株式会社トンボ楽器製作所は東京都荒川区西日暮里に本社を置く楽器メーカーである。世界で数社しかない大手ハーモニカ製造企業の一つであり、日本国内では唯一のアコーディオン製造メーカーである。ハーモニカやアコーディオン、流滴、小、上子笛等のリード楽器を取り扱う。楽器の自社製造と販売のほか、楽器の普及のために、 トンボアコーディオン教本など、教材の作成や体験講座、コンサートなどのイベントも手掛ける。販売は自社製品だけでなく、輸入品も扱う。海外のアコーディオンの日本での輸入総代理店については、一国一代理店制度を採用している。本社には、アコーディオンショールームを併設し、楽器の展示や体験講習などのイベントも行っている。昭和初期のトンボ製。 ピアノアコーディオン2018楽器フェア。トンボ楽器製作所の展示ブースでのハーモニカとギターによるデモ演奏あらゆるタイプのハーモニカを製造している。2018年現在は、テンホールハーモニカ、複音ハーモニカ、アンサンブルハーモニカ、クロマチックハーモニカ、教育楽器向けの教育用ハーモニカなどを手掛けている。戦前では、 宮田東方監修の副音ハーモニカ、宮田バンドが有名である。戦後は教育楽器として学童の間でも普及したトンボシングルや長渕剛しやゆずなども使用するテンホールズハーモニカのメジャーボーイ、ミック・ジャガーなど海外のプロ奏者も愛用するリー・オスカーやフォーク・ブルースなどが有名。海外へはリー・オスカーモデルを中心に30カ国以上に 輸出している。パーティーでアコーディオンを演奏するマノ、ヤ野ハル会長と間ルヒ久社長。2018年12月撮影1931年にダイアトニックアコーディオンを製造して以来、ダイアトニックモデルとピアノアコーディオンの機種を多数開発し、製造と販売を手掛けてきた。2018年現在、自社製造のアコーディオンは、ピアノアコーディオンのみである。 教育楽器として、日本の小学校等でもおなじみの、合奏用アコーディオンのほか、各種の、独奏用アコーディオンの製造販売も手掛けている。日本の工業製品メーカー、日本の楽器メーカー、トンボ楽器製作所、ありがとうございます。